本の疑いかけられ改易となった濃州鳴神二万石、お家断絶の上ご生涯された父上のご無念はいかばかりか。気球に集いし鏡家ゆかりの霊たちを、勇壮な先祖の霊たちを、わらわに江戸城へと打ち入る力を貸し与えたまえ。鳴神藩主鏡昭義が一女虎姫、今やこの身はお上に牙向く鬼姫なれば何恐ろしいものがあるものか。必ずや成し遂げてみせようぞ。恨めしや、真理の炎に身を焼く我ら、地獄の釜にも負けぬほど腹綿が煮えて収まらず、主家の無念を晴らさんと打ち揃って参じたからには、我が名数ここに尽きたり。この面下げてぬけぬけと我らの面前に出てきよった。犬ですら三日飼えば恩を忘れぬというに、犬にも劣るやつめ。俺を犬だと抜かしたな。吠え面書くのはそっちの方だ。売られたもんはきっちり買うぜ。我らこれより美濃寺から東海道を下って江戸城へ赴き、必ずや将軍綱吉めを討ち取ってみせようぞ。この太平の世に公方様を打って天下を騒がせようた、たとえ化け物でも無分別が過ぎるぜ。あんたが虎姫か。吐きだめに鶴田はよく言った。こんな娘が何の因果でこうまで浮き目を見にゃならん。もう騙されぬぞ喜助、刀だけでは飽き足りずこの首を狙ってきたのであろう。取れるかどうか試してみよ。女だてらに鎧兜で一発気取り、怨霊相手に戦の真似事か。獄門台にその綺麗な顔がさらされるなんざもったいねえや。こうなりゃこの喜助様がまとめてぶった切って悪霊どもを払ってやるから、よくよく感謝しろい。形見となった類大の兜、伊達や気取りでかぶられようか。虎姫の覚悟のほどつぶさに見せてくれようぞ。いざ悪鬼を払う浜の乱れや、受けてみよ。
ざわつくんじゃねえ。こんな別品切られるか。馬を撃っただけで姫さんには傷一つつけちゃいねえ。やめだやめだ、押し付けの任務なぞ知ったことか。だいたい鼻持ちならん野牛の野郎を信じる方がどうかしてら。俺が忍びで宝刀を取りに来たのは伊賀で聞いたが、今はなぜだか裏切り者として奴らに命を狙われてる。頭でも撃ったのか本当に覚えちゃいねえんだ。知っているなら何があったか教えてくれ。ごまかされぬぞ。城の奉公人として姫様に近づき、半年もの間よくも騙してくれたものよ。姫様もあれほど心を許しておられたというに、知れ者め、わしが代わってその首討ち取ってくれるわ。うぬの招いた災いが、その口が言う太平の世を危うくしておるのがわからぬか。各地に張った結界も我らを江戸へ近づけんがため、もはや公儀はあのたちに操られておるも当然よ。頭を打ったじゃと？もう少しマシな言い訳をせい。貴様が徳川に鏡の忌み刀を渡してしまったのだ。覚えておらんなどと見えすいた嘘。騒乱の折わらわをかばって切られ、瀕死の傷を負ったのも狂言であろう。切られた？俺が？確かに傷なんかねえし、ピンピンしてら。それが本当なら、俺ってやつはとんだ悪人だったんだな。持ち出した刀がどれほど危ういものかお主には消せない。抜けば世に災いを招く、たたり神のついた妖刀クズ竜村正。報じずただ非せよと明神様の仰せを受け、室町から代々母方の血族が巫女として守り隠してきたのじゃ。あれを鞘から抜いた者は何人であろうと撃たねばならぬ。それが代々巫女の血筋の役目なれば。たとえ逆賊の汚名が後世に残ろうともなさねばならん。刀を封じ本懐を遂げたその後はこの首一つ晒すのみ。クズ竜が災いとなる前に江戸城へと急がねばならぬ。